スイちゃん家でもさクリパしたんだよ。でなんかしかもさなんかあのクリパでまあいろんなさホロメンがいたんだけどさ、なんかパーティーが始まって最初の頃なんかスイちゃんが急になんか無言でねどっか行ったんね。でなんかそしたらなんか持って帰ってきたんね。何しに行ったんかなスイちゃんって、なんかねイラスト、スバルの顔とかが描かれたメンバーの顔が描かれたイラストがあって、でそれ首顔だけのイラストがあるんだけど、これを飾らなくちゃねとか言ってそれを壁にパンパンパンって、でしかも横とかじゃなくてさスバルたちの真向かいの壁に飾られちゃっててさ、でなんかすごいその顔たちに見守られながらクリパするっていうなんか不思議空間だったんだけど、でもなんかこれどうしたの、スイちゃんが描いたのうまくねって言ったら、これなんかスイちゃんのお姉ちゃんが描いたんだって、でなんかすごい不思議な空間でクリパしてたいや賞金組とかじゃないよ、賞金組とかじゃないんだけど、なんかそのそう姉町のイラストたちに見守られながらクリパしてたわ。え、なんかアクタンが超リラックスしてて、なんかずっとトワにもたれかかってて、トワが膝揺らしてあー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 とかずっとワクワクっていうかさ、そういうパーティーのアクアにありがちなんだけど、なんかアクタンねいつもねそのねなんか裾が危うい、袖が危うい服を着てきてて、その袖をソースにつけるっていう事件が、なんかアクタンとさご飯に行くといつも怒ってるからさ、いやそうなんだよね、なんかいやアクタンだから見るたびにアクタンもうその袖やめないって、そうなんかさ袖でも結構ホロメン袖の行方を気にしないメンバーが多くて、スバルなんか基本的にご飯とかみんなと食べに行くとなんかみんなにね取り分けてもらったりとか、なんかルンルンで座ってる派なんだけど、なんか袖だけ気になりすぎて、ミオちゃんとかもそうなんよ、ミオちゃん袖って危ないって毎回なる、そこだけめっちゃ心配になる。いやミオちゃんも結構袖危ない時ある、うん袖キユミンやな。であとなんかトワはずっと寝転がってる、